おはようございます、ご主人様。大変だね、卒業式。お帰りはいつ頃になられますか？はい、わかりました。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃいませ。
お下げしてよろしいですか？では掃除にかからせていただきます。はい、まずはお庭の掃除から始めようかと。構いませんよ。今日もいいお天気ですね。ご予定等はございますか？そういえばそうですね。不思議です。私も初めてお見かけする方です。お掃除ぐるるー未来ぐるり。お掃除のようです。そうですね。ククくーのルルルー未来がんばいゆピルルーってひゃっ。危ない。落ち着いてください。心配はいりませんよ。キュウ、大丈夫ですか？キュウ、また助けられた。キピ、恥ずかしい。あの包帯は…そのようですね。一味な鳥さんです。
小鳥さんも元気になったみたいで本当に良かったです。ご主人様、ご主人様、何かご用ですか？軽いお食事でしたらすぐにでもお作りいたしますが。そうですか。昼食は何かご希望のメニューはございませんか？ご主人様こそどうかなさいましたか？何かお考えのご様子ですが。はい、何でしょうか？どこですか？主人様、その取れましたか？いえ。はい、わかりました。
うございます、ご主人様。はい、申し訳ございません。本当にありがとうございました。和彦様、え、あ、でもキッチンのお掃除がまだ。ご希望になっておりまして、わかりました。あなたはあの時の小鳥さんなのですね。小鳥？あちしはあちしだよ。しましょうか。でもでも、さっきの小鳥ってあちし気に入った。そうですか。では小鳥さんとお呼びしますね。うん、あちし小鳥。ご主人様。
そうですね。でも小鳥さんは一生懸命お礼を言おうとしているのだと思う。はい、私トイレの時に。